ご乗車ありがとうございました。まもなく豊橋です。乗り換えのご案内をします。光518号東京行きをご利用のお客様、同じ降りたホーム12番線から12時47分、東海道線上り掛川行きは12時3分7番線から、飯田線豊川行きは12時27分1番線からの発車です。次の豊橋では通過列車待ち合わせのため5分停車いたします。発車時刻は12時2分です。豊橋です。
少しなくなってしちゃうんです。特に長崎などの情報があったので、現在、安全のため列車を停止させています。そのため現在、小田原、新横浜間上下線で運転を見合わせております。その影響により、この列車も豊橋駅で、一旦運転を見合わせます。ご遺族のところ、大変ご迷惑をおかけいたします。情報が入り次第放送にてご案内をさせていただきます。運転再開までしばらくお待ちください。
15号は車両の煙が発生したため、何のため列車を停止しております。そのため現在新横浜小田原間浄化センターに停止しております。その影響によりこの列車も現在豊橋駅で運行を見合わせております。先ほど入りました情報によりますと、現在停車中のその255号は消防が到着し、現在消火活動を行っております。運転再開には一番の時間がかかる見込みです。別のところでご迷惑をおかけいたします。運転再開までしばらくお待ちください。
ただしお客様にご案内いたします。本日11時30分頃、新横浜小田原間走行中の下り列車より煙が発生したため列車を停止いたしました。そのため現在も小田原新横浜間上下線で運転を停止しております。現在消火活動は終了いたしましたが、警察による現場検証が行われております。運転再開にはまだしばらく時間がかかる見込みです。ご自身のところ大変ご迷惑をおかけいたします。運転再開までしばらくお待ちください。
間走行中のぞみ225号の無茶病に煙が発生したとの情報があり、列車を停止いたしました。現在も新横浜小田原間上下線で運転を見合わせております。その影響によりこの電車も豊橋駅で一旦運転を見合わせております。なお情報によりますと、煙が発生したのぞみ225号の車内で頭から油を取ったお客様がいるとの情報がありました。現在消火活動は終了しておりますが、警察は現場検証が続いております。運転再開には私らの気持ちがかかるものです。ご質問のところ大変ご迷惑をおかけいたします。